以上8名が明智光秀の首を取る者たちでございます。戦国時代、村々の神託を告げながら旅を続ける巫女たちがいた。通称行くぞアルキミコ。しかしその実態は、武田信玄の命を受けた望月千代目が身寄りのない孤児を集めます、訓練した女忍者くの一で、光秀殿のお命を頂戴いたす。やっ、何か怪しい。これは罠だ。秀吉様からいただいたもの、我が身を守ってくれたわい。わしは五郎、お主らはこんな物騒なものを指しておるおなごじゃ。でも何か、わしに天下を取れと言いよった。お前たちはな、忍びになるのじゃ。Take your-